Ah, Dieu salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Final Fantasy XVI. On continue les quêtes annexes. C'est parti. Oi, Kimi. Sono brooch o tsukete iru to wa madame no yōjinbō ka nanika daro? Sukoshi chikara o kashite moraenai ka? Mochiron, rei wa hazumu yo. Anta wa? Shisurei shita. Watashi wa Etienne. マダムにも懇意にしてもらっている商人さ。これから壁の外側で取引があるんだが、私は万平に目をつけられて行き来ができなくてね。マダムの後ろ盾がある君なら奴らに止められることもないし適任だろう。どうだ君、私の代わりに一仕事してきてくれないかい？なんでいいだろう。おお、助かるよ。何、難しい仕事じゃない。この小袋を壁の外側の取引相手に届けるだけさ。雑貨やハーブ商、酒屋に渡してくれ。約束の品だといえば通じるだろう。中身は何だ？外側の連中が喉から手が出るほど欲しいもの。そうだな、知らない方がうまくいくとだけ言っておこうか。それじゃ、頼んだよ。Trafic stupéfiant, c'est le cas de le dire. Ok, ils sont là. Attends. Oh, on va pas s'emmerder, hein. いろいろ売ってるのね。ベアラだ、邪魔だ邪魔、あっち行け。エティエンヌの使いだ。約束の品を持ってきた。じゃあ、プランサー。なんだよ、そういうことか。これさえあればクソみたいな生活も少しは潤うってもんだ。さっきは悪かったな、少し待っててくれ。こっちの取引の品だ。香水か。よそ見して落とすんじゃねえぞ。ベアラーが何の用だ。約束の品を届けに来た。見たことのない顔だな。いつもの商人はどうした？エティエンヌは万平に目をつけられている。だから代わりに俺が届けに来たんだ。ならさっさと品をよこせ。え、サパルやん。前回と比べて少なくないか？まさか verbalement bien sûr。中身をくすねたんじゃないだろうな。いらないなら返せ。ベアラのくせに生意気な口を。エティエンヌの使いじゃなけりゃ役人に突き出してやるんだがな。ほら、これが取引の品だ。あ、もういらないティケシコスかね。これは葉巻か。丁重に扱えよ、高級品だからな。何を買うか目移りしちゃう。なんだ、ベアラーじゃないか。あんたが買えるようなもんは置いてないんだけどね。俺はエティエンヌの使いだ。それならそうと早く言っておくれよ。ほら、万平に見つかる前に約束の品を渡して。ああ、よかった。これでしばらくはやっていける。ソーラ、こっちの取引の品だ。蒸留酒だ。下の肥えた客用にとびきり上等なのを用意しといた。門を通るときは徴収されないよう気をつけな。万兵どもはこういう嗜好品に目がないからね。あと
エティエンヌにはこれからもごひいきにって伝えておいておくれよ。あ、わかった。香水葉巻蒸留酒、どれも上等な嗜好品だ。こんなものと交換できるなんて、あの小袋には。とにかくエティエンヌのところへ戻ろう。さあ、訓練は終わりだ。軍はまた戦の支度を始めてるみたいよ。どこが相手だろうと、次こそ勝ってもらわなくちゃね。あ、まあ、いいね、ちょっと見てん。なぜ壁の内側をビアランがうるつ。絶対に戻ってきたから。プレスよ。取引の品を預か。Ah bah dis donc, il y a eu pas mal de choses, hein, en échange. 完璧だ。もしかして、あの小袋の中身は。気づいたかね？そう、クリスタルだよ。だから、俺に中を見るなと言ったのか。おじけづいた君が妙な動きをすれば、目ざとい万兵に蹴取られるかもしれない。クリスタルの闇取引なんて、見つかれば首が飛んでしまうからね。私が使っているのはクズのような破片だけ。そんなものでも外側の連中にとっては上等な嗜好品と同等の価値だということさ。それほどクリスタルが手に入らないと。ああ、壁の内側のおこぼれに預かろうと、外側にあのマルシェができるくらいにはね。これを卑しいことだと思うかい？ただ生きるためだろう。それ以上でもそれ以下でもない。なるほど、マダムが気に入りそうな男だな、君は。だ、マダムにも君の働きについて伝えておくよ。Ça c'est ce que tu dis, hein. Quête terminée. L'oseille.C'est par là. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette quête. Là, j'allais dire principal, mais non, cette quête annexe. Donc voilà, on a aidé, le type là, je sais pas comment il s'appelle, enfin bref, lui, Étienne, voilà. On a aidé Étienne à livrer la marchandise.À ses clients, il fallait rester discret justement pour pas que les autorités supérieures le remarquent. Tellement ce genre de soldat qui est juste là, les repères et ensuite les tabasses. Donc voilà pourquoi on leur vient un peu en aide. C'est de la bonne volonté, c'est de la générosité. En tout cas, ce qui serait généreux, ce serait aussi de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, les amis. Je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Ça m'aiderait énormément. Et activez la cloche pour recevoir une notification lorsque mes prochaines vidéos seront publiées sur ma chaîne YouTube. En attendant, les amis, portez-vous bien. Peace !